献血にはいろんな人が来てくれる。あの、初めてなんですけど。今日はありがとうございました。いえ。いただいた血液でつながる命があります。巡る献血。初めは迷ったけど献血に行ってきた。今日はありがとうございました。あ、いえ。献血っていいもんだ。いただいた血液でつながる命があります。巡る献血。今回赤十字さんの撮影も初めてでしたし、あと高杉さんとの撮影も初めましてだったので、あの緊張をちょっとしてたんですけど、でもあのリラックスした空間のその献血ルームで撮影することができて、何でしょう、本当にほぐされながら撮影しました。緊張しました。初めましてだったので、そうですね、なんか不思議な感じはちょっとしました。そうですね、はい。僕が行った時すごく綺麗な部屋というかが再現されていて、なんかなんていうんですかね、本当に自分の役は来る役だったので、来たような感覚になるというかぐらい、なんか素敵なルームが作られていて、こんななんかなんていうんですか、デザインの効いたというかかっこいいというか、なんかリラックスができそうで緊張しないでいられるようなそのルームになっているんだなっていう驚きはありましたね。自分のイメージとはまた違うルームだったので。そうですね、私最近はドラマの撮影をずっとしてるんですけど、お弁当がよく出るんですけど、なかなかこうお野菜を取る機会が少しちょっと減ってしまうんですけど、そんな中であのドラマのスタイリストさんがあのすごく気を使ってくれて、サラダを作ってくださって、あのそれがすごくあの愛だなと思って、本当にあのとってもありがたくて感謝でしたね。ドレッシングから手作りをしてくださって本当にありがたかったです。なかなか野菜足りねえなってあんま思ったことがなかったかもしれないですね。気にしていたつもりなんですけど、ちょっと今後、はい、ちょっと気をつけようかなってちょっと思いました今。はい、僕まあ、なんていうんですかね、実家離れてるのでやっぱりなかなか連絡を取らないことが多いんですけど、それでもなんか連絡をくれるっていうのは結構感謝だなと思っておりますね。なんかちゃんと心配かけてるなってちょっと思いつつ、ちゃんと連絡しようと思って電話をしようと思ってしたりとかっていうのがやっぱり行動ができると言いますか。ありがとうって言える体験。僕でもそうですね、割と言えますね、言います、ちゃんと。ただ連絡はなかなか返さないですけどね。ちゃんと返さなきゃなって思ってるんですけど。でも言葉にするのすごい素敵ですね。そうですね、うん、両親はよくあの連絡くれて、どう、お元気、食べてるみたいな、でもう忙しいと思うから返事はいらないからねみたいな、もうそれもなんかね、ありがたいなと思いますね、うん。だから私もなんかね、少しでも時間が空いたら電話したり、なんかちょっとでもねお話できたらなとは思ってます。電車の中で妊婦さんが乗られてて、その席を譲られてる方を見た時に、あ、こうやって人と人が少しでもすれ違った時にありがとうって思う瞬間があったりするのかなと思ったりとか、なんかそういう部分で自分は何がその日々の中でできるんだろうと思って、なんか少しでも募金をするだったりとかっていう、いろんななんか人にそのお会いできてもない人たちに対して感謝を伝えられるような何かをしていけたらいいのかなとは思いますね。知らない誰かがその自分の少しの行動で救われたりとか感謝っていうものが生まれるっていうのはお互い様ですし、なんか自分もそれに少しでもなんていうんですかね、輪を広げられたらいいのかなと思いますね。あの私25なんですけど、だんだんこう
同級生だったお友達で、うん、子供が生まれたりだとか、ね、できたりする子がすごく増えてきて、報告をすごく受けることが多くなってきたんですけど、こうその度に、子供の写真とか送ってくれたり、あと地元に帰った時に、会ったり抱っこさせてもらったり、なんか本当にこなんかもう分かってたと思うんですけど、赤ちゃんってこんなにちっちゃいんだっていう、うん、もうなんかそれがもうすごく何でしょう、尊いなと、より最近身近に感じるようになりましたね。どんどんお腹が大きくなって、うん、実際にお子さんが生まれて、お子さんを見るまでのその流れとか、もうお母さんが頑張ってる姿とか、あ、なんかすごく奇跡だなと思うようになりました、うん、知らないことがたくさんあって、これは知っていかなきゃいけないなと思いましたし、伝えていきたいなと本当に素直に思いました。なんかさらにここ数年でまた変わったんじゃないかなと思ったり、本当にびっくりすることがたくさんありました。驚くことが多かったといいますか、たくさんの方がその何ていうんですかね、採血協力をしてくださることがやっぱり必要なんだなっていうことを実感して、僕たちがそのこうやって関わらせていただいたからこそ、少しでもなんかそこに知っていただける方というかが増えることをなんか祈って、自分たちも頑張れたらいいなと思います。僕17ぐらいからずっと言い続けている役があって、そうなんですよ、まだできてなくて、坊主の役なんですけど坊主にしたくて。なんでですか。坊主っていいじゃないですかいやでもすごいお似合いにはなりそうですけど。いやいや、ありがとうございます人生でやったことないんですよ、坊主。あ、で、そのきっかけが役で金髪にした時だったんですけど、髪がすごい傷んで、すごいちぎれるなと思って、坊主だと思って、坊主っていいじゃないって、なんかちょっと気持ちがあったんでしょうね。それからずっと憧れがあって、だからそのいろんなどんな役がやりたいですかっていう役の時は必ず坊主でって、もうだからもうそろそろ10年間近く言うんですけど僕いつかちょっと待ってますっていうことをね、ずっと10年間言い続けて、もう結構な数になると思うんですけどね、はい、徐々に年齢を重ねていくにつれて、もういつになるか分かんないですけど、お母さん役とかはいつかはしたいなとは思いますね。年相だったり、まだ学生役とかもあったりするので、なんかそうですね、憧れがあるのかもしれないニッポン赤十字社の CM に出演させていただきました、高杉です。今回こうやって関わらせていただいたからこそ、たくさんのことを自分は知れたと思います。皆さんにもそれを知っていただけたら嬉しいなと思います。そして共に行動できたらいいなと思います。ぜひ、CM 楽しみに見てください。よろしくお願いします。日本赤十字社の CM に出演させていただきました、今田美穂です。今回 CM に出演させていただいて、本当にまだまだ自分は知らないことがたくさんあるなと思いましたし、それをぜひ皆様にお伝えできたらいいなと思います。そして、私も何か少しでも皆さんの誰かの力になれたらいいなと思っています。ぜひ皆さんご覧ください。初めてなんですけど、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。存在感出す、はい、
よーい、はい。別にタイミングってわけじゃなくて一番最初にめくりたいってことですね。わかりました。はい、はい、カット、はい、カット。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ルームスタッフ役の今田美穂さんになります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。献血協力者の高橋さんになります。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今田さん今日はありがとうございました。高橋さんそれ受けて、あ、いい、あ、いいえ。でその後にちょっと絵の余弱が欲しいので体調などお変わりありませんでしょうか。よーい、はい。今日はありがとうございました。あ、いえ。体調お変わりないですか。はい、問題なく。今日はゆっくりされてください。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、すいません。今日はありがとうございました。あ、いえ。体調お変わりないですか。はい、問題なく。今日はゆっくりされてください。ありがとうございます。お水とかぜひ飲んでください。あ、じゃあいただきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそ。今日はありがとうございました。いえ。体調お変わりないですか。はい、問題なく。今日はゆっくり休んでください。ありがとうございます。はい、現場 OK です。はい、よーい、はい。それではあちらになります。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、カット。はい、カット。はい、カット。いい感じだと思います。今 OK です。はい。イエーイ。今日はありがとうございました。それに合わせてちょっとあ、家みたいな。こちらにプレイマウントしてください。はい、よーい、はい。今日はありがとうございました。いえ。はい、カット。はい、確認します。少々お待ちください。あの、初めてなんですけど、あ、ありがとうございます。なんか初めて来ていただいてありがとうございます。はい、はい、よーい、はい。あの、初めてなんですけど。ありがとうございます。はい、カット。はい、あの、初めてなんですけど。ありがとうございます。よーい、現場 OK です。はい、お願いします。現場 OK です。よーい、はい。あの、初めてだったんですけど。そうなんですね。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。痛くないですか。痛くないです。本当ですか。痛いかもしれないです。あ、痛いですか。はい、大丈夫です。リラックスして受けられてください。大丈夫です。はい、カット。はい、カット。はい、カット。大丈夫です。大丈夫です。カット。フリッカーは大丈夫ですよ。はい、すいません、こちら OK です。ご確認お願いします。失礼します。よろしくお願いします。よーい、はい。高杉真宙です。あなたの献血のおかげで救われる命があります。ありがとう。よーい、はい。
もしよければ今日の出来事をハッシュタグ献血エールでツイートしてみてください。会員登録も楽々、献血がより手軽にできるようになりました。他にもいろんなサービスがあります。ぜひこの機会にダウンロードしてみてください。めぐる献血プロジェクトの今田美代です。心から感謝申し上げます。そのつぶやきが献血する勇気につながります。今日献血に来てくれてありがとうございます。今日献血に来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。顔の振りが少しあったら結構です。全部大丈夫。はい。つぶっていいか。はい、先生。ありがとうございます。ちょっと固め閉じたり。ちょっとかっこつけたぐらい。ちょっと良くなかった。難しいですね。大丈夫です。はい、先生です。はい、いい感じです。はい。ちょっとじゃあ頭こっちに倒した感じ。あ、そうですね。いいですね。右手だけちょっと上げます。はい、ありがとうございます。大きめ、あ、そうですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、OK、ですふ、ね、ーってなんか顔が、あはいいですね、あいいですね、すごい、そういう感じで、はい、表情もつけると素晴らしい、はい、こんな感じです、はい、素晴らしい、はい、ありがとうございます、これが一番良かったかすごい良かっためちゃめちゃ良かったです、すみません SR でいきます、そこから少しずつ、そうですね、柔らかい表情いただけますでしょうか、お願いします、あー、いいですね、うん、あ、笑顔で、そうですね、そうですね、うん、体少し起こしても大丈夫です、そうですね、あ、いいですね、はい、ありがとうございます、素晴らしかったです、ちょっと大きめの笑顔も
そうですね。もうちょっと丸めたのもそうですね。はい、そうです。ああ、いいです。はい。はい。2つ3枚いきます。はい。ありがとうございます。ちょっと少しだけ手が、ちょっとだけ、はい。ちょっとだけ空いてるのも。皆さん、おそらく。はい。2つ3枚いきます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。確認します。はい。大丈夫です。OK です。大丈夫です。はい。はい。